こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は候補三尺水毛の剣です。候補はガマのこと、長さ三尺のガマを剣に例えて水毛剣といったもの。水毛剣は吹いた毛を切るほどの名剣のこと。ガマの剣が邪悪邪気を払う水毛剣となるということです。それでは今から候補三尺水毛の剣を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。